ちゃんと調べたら冒頭2回って言ったんですけど3回目の登場でした。はい、ダオコさんです。こんにちは。ダオコです。よろしくお願いします。お願いします。去年2度来ていただいてたんですね。そうなんです ね, ね。でもすごく久しぶりな気がします。ほぼ1年ぶりということでね、はい、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。サマソに来たんだって。サマソに行きましたね。レディオヘッド見たってブログにね。レディオヘッド見れてよかったです。でもあの花火を見なかったということは途中で出たね。そうなんですよ。途中でちょっと仕事の関係で。あ、そうだったんだ。クリープ聞けなかったんです。まさかの。まさかの。そうか、アンコールはいけず。そうなんですよ。そうなんですね。じゃあ僕がステージで喋ったのを見ず。あ、見てないです。そうなんですよ。あれ、そうだったんですか。メッセージね、MC やってたんです。あー、そうなんですね。そうなんですよ。どうでした？でもレディオヘッドなんか相当良かったみたいなことをブログに書いてましたけど。負けました。もうやっぱりトムヨークの声が、うん、天使のようにもうこう上からもう五光が差してましたね。ねえ、乗り間違えちゃって大変だったみたいなね。そうなんですよ。電車行きで間違えて埼玉の方に着いてて千葉なのに。あれみたいな、なんでなんでってなって2時間ぐらい遅れていって、ね、それでもう余計見れなくて、またリベンジしたいですね。間に合ってよかったね。みんな間に合ってよかったです。まあ次回は出る側でね。出る側でリベンジしたいねえ。ダオコちゃんのライブ、ね、インドアのステージかな、パフォーマンスを再現するなら。あ、私のですか、うん、もう最近また変わったんですよ、うん、あの顔出ししてから、まあ、1年ぐらい経ったんですけど、うん、はい、あのやっぱり顔出し始めてお客さんと面と向かうにつれて、うん、やっぱりこう気持ちの方も変わってきて、うん、もっとお客さんと一緒に踊りたいって思うようになって、うん、だからライブパフォーマンスも結構みんなと踊るというか、うん、一緒に乗って踊ろうよって感じに。なるほど。じゃあマリンステージでも OK というか。マリンステージいいですね。いいじゃないですか。で今日はフラゲビですね。明日リリース、はい、はい、トリプル A サイドセカンドシングルということで。そうなんです。3曲ですよ。いよいよ発売。そう、嬉しいんですね。もうフラゲしてる方も多いと思いますけどそっか、もうフラゲですもんね。そうなんですよ。もしも僕らがゲームの主役でっていうのが1つ目、2つ目が大好きウィズテディロイト、3曲目がバンということで、はい、3つなんですけど、これ3つってすごいね。そうですね、トリプル A サイドですからね、はい、どれもどの曲も捨てがたいということでね。本当はもう4曲目もしたいぐらいだったんですけど。そうなんですよね。曲としては8トラック入ってて、まあ、後半の5678はインスト版なんで4曲実質的な4トラックなんですけどね、はい、ねえ、この4曲目もファッションもね、ファッションもアシッドジャズのかっこいい90年代を思わせるようなトラックで、うん、結構ゴリゴリラップしてるんです。そこが90年代のアシッドジャズ、僕もね青春真っ只中のサウンドなんですけど、はい、このもしも僕らのゲームの主役ではどっちかというともっと 80s な感じの。そうですね、うん、あ、そうなんです。その通りで 80s のダンスミュージックの結構独特な間のドラムというか、うん、音色とかは今っぽい音を使ってるんですけど、結構 80s のダンスチューンから着想を得てますね。ね、なんだろう、カルチャークラブとかあの辺とかがこう出てきたような時代のサウンドをすごい感じるし、ミュージックビデオもその80年代といえばというファミコンテイストな。ファミコンテイスト、ゲーム仕様になってて、うん、結構コマンドが出てきたりとか、うん、あからさまなんですけど、結構キラキラしてて、ね、今までにないダーコの顔が見られるかなと。僕は、まあ、80s って、まあ、それこそ、80年代だと、89年で僕13歳、だから小中学校までが80年代だったんで、すごくリアルなんだけど、ダオコちゃんにとってこの80年代ってどういう感じなの？むしろ新しいの？いや、新しいですね。むしろ斬新というか、やっぱり 80s の音楽、うん、私結構 90s 中心に聴いてたんですけど、まあ、10年また遡るだけで全然また音が違って、うん、こう、電子の音がいきなりこう、多分そこら辺から入ってきたのかな。そうですね。シンセとかがあった時、誰でも使えるようになってきてね。シンセ、うん、シンセ出始めぐらいのシンセの音って、なんか多分すごい当時斬新だったんだろうなと思って。うん、今聴いてみても、今のやっぱりシンセの音ともまた違うし、うん、なんかなんか出たての、チープな感じね。チープな感じ。今聞くとね。すごいいいですね。カシオのね、シンセとか本当にチープなルーブを作ってね、みたいな。ね、でもまあ、それが今にも繋がってるわけですけど、はい。はい。じゃあ、どんなサウンドに仕上がったのか聞いてみたいと思います。ご紹介いただけますか？はい、それでは聞いてください。ダオコで、もしも僕らがゲームの主役で。
こう、もしも僕らがゲームの主役でという、まあちょっと、ダオコちゃんにとっては、生まれる前的な80年代サウンド。そうですね。リバイバル。ね、さらなるリバイバル。だってまだ19だよね。そうなんです。だから全然、私97年生まれなんで。うわ。てか90年代ですら過去じゃん。そうなんですよ。言ってみれば。言ってみれば90年代の音楽も結構斬新なんですけど、うん、さらに斬新な。多いなで、バングの方のビデオでは、はい、結構踊りも見せてますよね。そうですね。まあ、もう今聴いてもらった曲も踊ってるけど、まあ、ちょっと控えめなんですけど。2人で結構踊る感じだったんですけど、うん、バンは結構最初から最後の振りがついてる感じですね。ね、うん、ダンスも結構やってるんですか。最近習い始めるのって、やっぱりこう歌う時もリズム感が重要になってくるので、うん、結構ダンスってやっぱそこが補えるというか、リズム感がすごく大切なので、うん、やってると、ダンスやってると、なんか歌でもリズム感がついてくるっていうことで結構始めたりとか、あと体幹鍛えるために。おすごいね。すごいんですよ、ダンサーさんの体幹トレーニングが。いや、すごいよね。いや、もう本当にすごい。すぐへばるよね。あの人たち、すごい体幹の力あるから。うん、本当だ、1時間ぐらいずっと体感できるんですけど、私はピチピチしてます、ね、プル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 みたいな、なるよ、ね、水に打ち上げられた魚、水から打ち上げられた魚みたいな地面でからピクピクピクみたいななってます。ポケモン GO のモンスターみたいですけどね。で、なんだろう、やっぱこう歌もあるし、途中からフルにラップしたりとか、はい、だんだんその辺のこう表現方法も広がって、そうですね、いい意味ですごく器用になってるなと思うんですけど、なんかエンターテインメントってどういうことなんだろうって考えると、やっぱりダンスもそうだし歌もそうだし、うん、ラップもエンターテインメントの要素の一つだと思うんですよね、うん、だからもともとラッパーですけど、そうですね、まあ、ラップもやっぱり続けつつ、でもやっぱりラップにしかできない表現もあると思うんですよね、うん、かっこよくなってますね。はい、で、ライブが今ちょうど青色主義スタートしたんですよね。はい、そうなんですね。大阪はもうやったんですね。大阪をこの間やってきたところで、ね、ちょっとこうね、豚の子宮食べたの。LINE ブログであげたんですけど。ね、美味しいの？いや、なんか美味しかった。見た目結構子宮感があるんですけど。子宮感あるよね。あれちょっと写真見ても、もう若干ちょっとうっていう。うってなるんですけど、うん、味が美味しかったですよ。なんか特にこう味がついてるというよりかは、食感重視な感じの。グニュって感じ。ま、なんか歯ごたえはコリコリじゃないけど、なんか結構力強い歯ごたえがあるというか。チャレンジャーだね。私結構大丈夫なんですよね。本当。もう出されたら食べる。大阪も食い倒れだけど、そんなものまであるんだと思って。ね、そうなんですよ。ホルモン屋さんとか結構いろんな臓器が、肺とかもあります。わお。肺。肺がちょっと一番独特でした。うわ、ちょ、すごいな。すいません、お昼から。いやいや、いいんですよ。でも、それでツアーもスタートしてね。はい。はい。9月22日が赤坂ブリッツ。はい。ね、そうなんです。東京ではね、で10月に韓国でもやるんですって。そうなんです、初海外、初韓国で、すごいドキドキしてます、ね、インスタとか見てるとさ、外国人の書き込み多くないだろう。そうなんですよ、海外の方のフォロワーがすごい最近多くて、うん、コメントがすごいなんか海外みたいな仕様になってますよ、ね、なんか謎言語もいっぱい書いて、ね、謎な文字読めないのもいっぱいあったりとかね、多国籍なねえ、多分アニメーションコラボの時の流れだと思うんですよ ね、渋谷を歩いてるやつだと、はい、ドイツ人がコメントしてましたね。あ、本当ですか、うん、僕も歩いてみたみたいなことがドイツ語で書いてあったけど。あ、そうなんです、読めないんですよね。ですよね。いただくんですけど、あのなんかチャイナドレスみたいな格好して、あの動画で上げてたじゃない。はい、上げてました。あのスクランブル交差点かなんか渡ってるんですよ、はい、あれにコメント書いてありましたよ。あれスナップチャットか、はい、ね、そ、あのかなりインターナショナルになってるということで、韓国でもライブがありますね、はい、そうですね、ここから始めたいと思います、はい、そしてですね、今日実はタワーレコード新宿と HMV の、はい、ブックス東京7階で、あ、今日が HMV なんですね、ごめんなさい、そう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 、今日が HMV の、HMV ブックス、が、イベントスペースで、はい、イベントがあるんですね、今日あります、はい、HMV ブックスで、で9月16日ごめんなさい、今週の金曜日がタワーレコード新宿店で、はい、これが夜9時からと、ちょっと遅めの時間です、ちょっと遅めですけど、いいですね、これは、まあ、あの発売記念イベントということですね。そうなんです、新曲を披露したいと思います。だいぶこの青色主義というか青も定着してきた感じですか。そうですね、ライブだと結構みんな青く染まって、青いグッズとかも買ってくれて、みんな 青い風景なんですよね、ステージから見ると。いいですね。トリプルリリースしたばっかり、もう一曲も触れなかったですけど、大好き、これはどんな曲ですか。この曲は結構ベースミュージックで一番攻めてる、このシングルの中で一番攻めてるんですけど、結構メロディーが独特な、私ならでは の、はい、あの童謡っぽいメロディーというか、そのベースミュージックの中にちょっと童謡っぽい内容、
メロを載せてるっていうのは結構面白いなって自分でもちょっと新しいなと思って、攻めてる。そうなんですよ。内容としては結構若者応援ソングなんですけど、なんか若者応援ソングなのにこんなダークなトラックなんだっていうところもまたコントラストが面白いかなと思います。ダークらしくなってますよね。はい、3曲ですか。それぞれもかなり色合いが違う3曲になってますので、はい、まあ、あのもう1曲の4曲も含めてですね、チェックしていただければと思います。じゃあまた来てください。ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。今度はこの後も制作とかする予定あるんですか。そうですね、でも今とりあえずはツアーを成功させるためにライブ制作で頑張ってます。わかりました。じゃあライブ頑張っていただいて、はい、ね、その先また、お越しいただくのを楽しみにしてます。はい、よろしくお願いします。ダンボさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。